雲の中では何が起こっているのか、雲を掴もうとしている話、昨日からあの台風の話をずっとですね、まあ、ニュースとか見ててもあの皆さん気になってると思うんですけど、まあ、今日、もう九州に上陸したのかな。で、まあ、この後結構あのこの後は結構動きが早くなるんじゃないかと。で、四国、西日本というのが今日あたりですかね。で、まあ、あの関東の方も、まあ、天気はあのもう今日は悪くなってしまってですね、まあ明日あたり、明日にかけてっていう感じですかね、あの台風が進んでくるでしょうと。ちょっと進路がですね、今回見てて思ったと思うんですけど、 日ごとにですね、進路予報がだいぶあの印象変わってたんじゃないかなと思いますけど、この台風の予報円っていうやつですね、まあ、その24時間後とか48時間後にこの位置に、この円の中に 70% の確率で中心が入るというやつですね。この円の大きさに従って強くなるとか大きくなるとかそういう意味じゃないんですね。で、その勘違いは結構多いんですけど、まあ、中心の位置がこの円の中に入る確率が 70% というやつですね。で、この円の、まあ端っこを通るのか真ん中を通るのか上の方を通るのかっていうのはですね、どれもあり得るという意味なんですけど、まあそういうので見ていくとですね、まあ3日前ぐらいの予報から見たときにあれ全然違ってたじゃないかっていう印象は違ってたかもしれないですけど、円の中に入ってたんですよね。という意味でいくと、まあ予報っていうのはこういうもんだっていうのがですね、まあ体感できる、まあ、一つのですね、いい機会なのかもしれないなと思いますので、まあ、こういう情報の受け取り方っていうのは、まあ、何度も言いますけど、丸を見て何を受け取るかで、全然違ったものを受け取ってしまうと、全然まあ意味のないものになってしまう、むしろ逆に危ないみたいなことはですね、あるので、これを機会にですね、ぜひ覚えて、受け取るというところにはですね、ものすごく主体的な意味合いが入ってこないと、まあ、情報にならないんだと、そもそもということですね、まあ、本当に感じる機会だったなと思います。で、まあ、雨の、まあ、強さっていうのがですね、今回各地でですね特別警報が出たりして、50年に一遍っていうですね、まあ、そういう大雨がですね、台風だけじゃなくて、昨日は新潟の方でですね、降ったりして、で、ちょくちょく出てきた言葉でですね、聞きなじみがあんまりない言葉じゃないかなと思ったのがですね、バックビルディングっていう言葉が結構出てくるようになったんですよね。で、これご存知だったですかね、まあご存知の方もいるかもしれませんけど、このバックビルディングっていうのはですね、まあ、雨雲が次々にできる仕組みのことを、まあ、形態というか、言ってるんですね。で、雨雲って1個できただけでは絶対大雨になれないんですけど、それが世代交代を繰り返していって、親から子、子から孫っつって世代交代をずっと繰り返していくわけです。で、その世代交代がずっと続き、何時間続くか、そういうことで結局結果的に大雨になるっていう話なんですけど、まあ、その、まあ、世代交代の形態としてですね、バックビルディングっていう言葉があるんですね。で、雨雲っていうのは風に流されて進んでいく方向があるんですけど、進んでった方向とは後ろ側に、その後ろ側に新しい子供を作る、孫を作っていくと、次々に作り続けるというのがですね、バックビルディングっていう言葉で示されていることなんですけど、まあ、これが続き、何時間か続くことで、ある一箇所で見ると、ひたすら風上の方から雨雲がやってき続けるので、結果的に大雨になりますと。いう現象なんですね。で、まあちょっと口で言うとそういう話なんですけど、なかなか口だけでは分かりにくいと思うので、まあ例えばアラケンの本なんかですね、バックビルディングにもいくつかのタイプがあって、まあこういうパターンになっちゃう、はまっちゃうと、大雨になりやすいとか、その世代交代が何代続くかっていうことなんですけど、まあ、こういう図ですね。
が出てたり、29ページとかですかね、その辺で解説されてますけど、実はこれ、キーワードで、キーワードだけで中身がよくわからないで、マスコミでは使われるっていうのはですね、よくあるんですけど、賛否ありまして、で、僕はですね、バックビルディングっていう言葉ぐらいは、広まった方がいいなと前々から実は思っていてですね。で、実はこの言葉が多分マスメディアで初めて出てきたのが2年前の九州北部豪雨、熊本で800ミリとか降った時なんですけど、その時に僕がサンデーモーニングから取材を受けて、その時にバックビルディングとはどういうものかという、気象庁からも解説が言ってたんですけど、僕はちょっと編集協力という形で出て、それで初めてマスコミで出たんじゃないですかね。で、その時からなんですけど、だいぶそのメディアで使われるようになって、そうすると雨雲っていうのは追っかけ方が分かりますよね。いわゆるですね、相手のフォーメーションが見えるわけですよね。サッカーで行くと、今朝もちょっとね、見たりしてましたけど、アルゼンチンとオランダとか、ワールドカップなんか見てると、フォーメーションが分かってると、動きが、ゲームがより面白く見えたりするとか、展開が読めるとかありますけど、雨雲も一緒でですね、フォーメーションがあるわけです。で、そうすると、これはハマっちゃったなっていうのが見えたりとか、この感じだったら多分北にずれていくんじゃないかとか、そういう展開が見えるようになるということですね。ちょっと関東の方もですね、だいぶ天気が今日は悪くなってしまいそうなので、これから学芸大の授業なんですけど、外の実験はちょっと無理そうなので、今日はそんな話もしてみようかなと思ったりしています。ということでですね、皆さんもぜひ情報を単純に取るだけじゃなくて、雨雲たちのフォーメーションを見て、展開を知ってですね、備えるということですよね。ディフェンスのためには相手のフォーメーションを知るっていうことが大事ですよということです。ということでですね、また引き続き、台風、今日明日明後日関東の方に行きますんで、お気をつけください。それではまた明日。